どうもひよりんごです。今日の動画はじゃーん、こちらモアを買ってきました。10月号でお値段が、780円でした。でね、ちょっとね、時系列がバラバラになってしまいました。動画を上げるね、これが8月の28日発売なので、この私が気になった方はね、今店頭にまだ置いてあったのですぐに購入してください。9月28日にはもう新しいのが出てしまうと思うので、こちら気になった方はすぐもう明日買いに行ってほしいなと思います。で、付録が何かっていうと、マーキュリーデュオのビッグクラッチだったんですよ。で、マーキュリーデュオとか私ほんと好きなんですよね。なので今日はこちら開封していきたいと思います。では開けたいと思います。3、2、1、じゃーん。おわ、赤だ。私赤大好きなんですよ。ヒヨリンゴっていうカラーなのか、赤が大好きなんですよね。開けてみようっと。あ、いいね、こんな感じになってます。待って、これパソコン入んじゃないの？入んないか。ちょっとちっちゃい。でもこれなんか iPad とか、小さい iPad とか普通に入りそうなんですけど、ポケットが2つついてますね。なんでこの中に入れられる。なんかさ、こう銀行の通帳とかさ、前に紹介した小さいのあったんですけど、もうパンパンなんですよ。これ家で保管しておくのもいいかもしれない。やっぱりちょっと今調べてみたら iPad が入るみたいです。入る大きさ、私iPad 持ってないので何に使おうかなと思った時に、旅行用のシャンプーとか入れたら、パックとかね、行く時にこれに入ってたらさ、ちょっとお風呂行ってくるねみたいな。え、可愛くないですか？なんか外に持っていくにはまあ全然変じゃないんですけど、ちっちゃいし何入れるみたいな感じになっちゃう。もう財布だけだったらポケットでいいしってなっちゃうので、私は中に旅行用のグッズとかを入れたいかなと思います。学生の方とかはなんか書類をさ折って入れたりとかしてもいいかもしれない。この上までね普通に入るので、半分によれば書類とか入ると思います。では例の儀式に移りたいと思います。はい、皆さんお待たせいたしました。じゃーん。飲んだ後のペットボトルで大きさ検証をしていくのコーナーでございます。こちらはですね、イロハスなんですけれども、私一人暮らしを始めてから水をよく飲むようになって、前はお茶だったんですよ。で、緑茶っていうのが利尿作用、おしっこがしたくなるよっていう作用が入ってるので、熱中症とかにはお水とか、あと麦茶とかの方がいいらしいんです。利尿作用が入っていないそちらの方がいいらしいんですよ。これは脳神経外科の先生に聞いたんですけど、脳神経外科でなんでこれを聞くかっていうと、頭がずっと痛かった時期があって、水分不足な方がすごい多いらしいんです。なので頭痛くて悩んだっていう人はお水をガブガブ飲んでください。ただ飲みすぎでも水中毒っていうのがあるので、まあ2リットル1日ぐらいかなは飲んだ方がいいかなって思います。はい、前振りはさておき、こちらで大きさ検証をしていこうと思いまーす。はい、ということで横に置いてみたいと思います。じゃん、こんな感じです。どうですかね、見えますか？縦がね、こんな感じで、クラッチバッグに入れないと思うけど入る。入れても入ります。ただね、こんな膨らんじゃうよ。あ、でも別にいいのかな、膨らんでもね。いいのか、いい気がしてきた。財布と飲み物はさすがにポケットに入れられないじゃん。だから、いいかもしれない、かもしれない。なんか、こう、いいですよね。普通のバッグでちっちゃいっていうよりは、クラッチバッグで小さい方が、他に使い道があるんですよ。だから、いいなと思います。私、前にね、ついてた雑誌の付録、こちら。ミルクフェードのものなんですけど、もうね最初からついちゃってたの、トラップが。ですけど壊しました。壊してポーチとして使ったりしています。なんか最近さ、付録使ってるのっていう質問がめっちゃ来るんですけど、使っております。使ってても別に、あれ付録だみたいな嫌な感じはしない。なんだろう、自分が使ってるから、なんか、あ、付録使ってるみたいなぐらいな感じなので、私は全然付録を使うことに対して気にはしていません。ということで本日はモアの10月号を紹介しました。8月の28日発売、ちょっと遅くなっちゃった。28日発売だったので、こちらマーキュリーデュオのクラッチバッグが気になった方はぜひぜひお早めに店頭でお買い求めください。
本日もご視聴ありがとうございました。よければグッドボタンとチャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。いいなぁ、なんか外はいい風入ってくるんですけど、私声大きく喋るから、撮影の時は閉めるんですよ。暑い。みんなもまだ隠れ熱中症があるらしいので、ゆっくりゆっくり、ゆっくり？お茶をね、たくさん、お茶じゃないよ、さっき言ったよね。ミネラルウォーターをたくさん飲んでください。バイバイ。